のツインクラッチは実は発進の時に結構ね、このツインクラッチは、まあ、ツインかシングルかじゃなくていわゆる自動クラッチは難しいんですよね。あのクリープをつけるためにちょっとクラッチつなげてエンジンの出力を上げて、クリープ現象をつけてんだけど、あの急発進しようとすると、まあ、例のクラッチを保護するっていう部分でもやっぱりちょっとエンジンを制御が入ったり、あとそのクラッチつなげてるクリープの時間もある程度の時間が長いとクラッチがこう離れちゃうみたいなところがあって、だからクラッチコントロールがコンピューターで決められるんで、それがいろんなこうパラメータを持っちゃってるんでね、あの読み切らないといけないんで、だからみんなこの DSG とかツインクラッチがいいいいって言うけど、実はあんまり大したことないんじゃないかな、大したことないというか、人間がマニュアルでやる左足のクラッチとスロットルにはまだ全然届いてなくて、あの早く行こうとしてもダメだし、特にあのブレーキオーバーライドなんかがこれに入ってくると、まあ入ってるんですけど、行きたい時に行けなかったりとかするから、あのまだでもエンジンの出力が小さいんであんまり問題ないんだけどね、パラメラぐらいになると結構 PDK は発進の時に嫌なところは結構街中で目立ったりしますよね、うん、まあひとたびでも加速し始めちゃったらもうこのツインクラッチは変速タイミングも少ないしレスポンスもいいし、非常にこうミラクル的にご機嫌なギアボックスなんですけど、あとブレーキはあの、まあ、しっかり踏めば止まりますけど、意外と効きはちょっと少し甘めかなって感じはしましたね。加速性能は、実はこっちは、1.6 の NA なので、まあ、トランスミッションは、4速トルク AT なんですね。これはちょっと寂しい感じはしますけど、まあ、ただあの一般道を走るにはそんなに大きなハンデにはならないと思います。この開け閉めもね、なんかこの辺全体が微振動が残るような感じとか、まあ、加速してそのフルブレーキングが止まった時も実はまっすぐブレーキなんだけどこういう感じだし、ちょっとこうこの車個体の問題かどうかわかんないですけどね、まあ、個体の問題ってことにしておきますかね。で特にこのトーションビームってもともとロードノイズが嫌だっつって、はい、ゴルフ5はあのリンクサスにしたんだけど、はい、もうゴルフ5ぐらいのレベルにこのポロのトーションビーム来ちゃってるね。でトーションビームはあのゴルフではもう使わないと。だけどこのポロはもうその8年の年月を必要としたけど、見事にゴルフ5ぐらいのそのトーションビームでもロードノイズの侵入を抑えてますから、あのやっぱりすごいなと思いますね。むしろゴルフ6がすごいなっていうよりもこのトーションビームサスでこの乗り心地と静粛性を出しているポロの方が、あの音芯に関してはなんか技術的にはすごいかなっていう気がちょっとしてます。そのタイヤとかね、サスからの侵入じゃなくてやっぱエンジンのマウントの振動だね。こういう感じ、こういうやつもうステアリングにビーってくるから。今このプレミアムコンパクトの世界がすごく話題になってますね。というのは BM のミニがまあ世界的に売れて
もう日本でも、もう至る所ミニだらけみたいな状況ですよね。まあ、ということでライバルは例えばアウディの A1 とか、まあ、このプジョーシトロエンで言えばシトロエンの、DS3 ですね。まあ、ついにまあ、ユニークなコンパクトシトロエンが出た。でこれは紛れもなくプレミアムなブランドなので、まあ、一体このコンパクトプレミアムのシトロエンとしてどんな乗り味があるかっていうのはこの DS的にも楽しみだったんですけども、やっぱり乗ってみるとシトロエンらしいしなやかなサスペンションというのがありました。まあ、それはそれでやっぱさすがプジョーとは違って、まあ、ちょっとこっちの湿った感じの乗り味ですね。サスのストロークが良くて、でなかなか燃費のいいエンジンで、1.6 ですけど、まあ、キビキビとこう吹き上がる、まあ、小気味いいエンジンでしたね。でただエンジンが5000回転ぐらい回ると、まあ、全体的にエンジンからのこうビビリ音が入ってくるんで、この辺はもうちょっと抑えてほしいなと思ったんですけど、そんな時はこのルーフをですね、ここまで閉めるとこのフロントのエンジンのビビリ音がだいぶ半分ぐらいに音が小さくなりますから、これを開けてると、ビビリ音がわーってこう共鳴しますけど、うるさいなと思ったらこれを閉めると。だからエンジン回す時はこれを閉めといた方がいいんじゃないかな。これだけでなんか全然この辺の音が違いましたね。ESP ついてるよね。おいいですね。お尻がリアタイヤがガチッとして、絶対に、オーバーステアになりませんって感じだね。やっぱりさ、なんだろうな、これはまあ偉大だね。そう、全体の乗り心地とダイナミックな性能と安定性みたいなものが本当にこううまくバランスしてて、であんまりこう自分の自己主張がないんでね、 BM みたいにハンドリングが僕は得意とか、メルセデスみたいに僕は乗り心地が得意とか、出っ張った特徴がないというのがこのポロの良さです。でも同じクラスの日本車をもしここに持ってきてロードノイズの比較なんかやったら日本車の方が相当うるさく感じるんじゃないかな。アルファやそのミニや、まあ、ポロも A1 もそうなんだけど、このクラスがすごい戦いになってきますけど、まあその中でこのポロはいつも多分ベンチマークになるんじゃないかなと思います。はい、行くよ。はい、お願いします。おーでかい。ちょっと今日シーズン2、バージョン2で一番ロールでかかった。ダブルレーンはロールが一番感じます。外から見てる人の話を聞くとそんなにロール感は外から見てるとなかったんですけど、中で乗ってると結構深くロールするんで、一瞬あれっていうところありますけど、まあ、ひっくり返ったりとかオーバーステアってことはないので、まあ、そこはしっかりと安全性を確保してますね。まあ、それもなんかフランス的な考え方かなってきます気がしましたね。まあ、非常にこのデザイン、ユニークなデザインと、しなやかな乗り味、それはシトロエンの持ってる伝統で、まあ、その中にあってこのコンパクトな、シトロエンは結構なんだろうね、ほのぼのした感じ、なんかそんな力強いっていうホットハッチっていう、フランスのイメージがありますけど、それとは正反対に正極にいる、車ですね。はい、でも若干こっちの方がブレーキが効かないかなって感じがするんですけど、もともとゴルフからしてあんまりこのテストは過去
得意じゃないのね。どっちかっていうとゴルフも制動距離が伸びてしまうかなっていう感じがあるんで、まあ、アウディだとまたちょっと状況違うんだけど、まあ、この辺はこう ABS とか、まあ、そういうチューニングの仕方でもかなり変わってくるので、ブレーキで破綻来さないように内側の内輪のこうなんだろうな液圧をあんまり上げないようにして、リアロックしないように、多分安定性重視でアウトバーンを考えて、かなり安全サイド寄りの、旋回制度テストっていう感じですね。スピードメーター105で突っ込んで時速100キロぐらい、メーター誤差 5%、 ステアリングとブレーキを操作する瞬間から最初の10メーターぐらいでちょっとハンドル切れなくて外に行っちゃいます。で、まあ、それは多分ハイドロプレーンの影響だと思うんだけど、まあ、その後でずっとブレーキを強く踏み続けてるんで、まあ、スピードが落ちてくるとぐーっとこう内側に向けてステアリングが効いて、あのライントレースが内側に入ってくる。でロールとかその辺も怖くないし、ちょっとこう初期にハンドルが効かない領域があるんだけど、これは多分タイヤのウェット性能かなっていう気がしますが、おおむね制動距離と、ライントレースの関係は問題ないですね。ただこれ、ドイツ車で優秀なやつはもうパイロンギリギリ1メーターぐらいのところをトレースする車もあるんで、やっぱり車が2車線分ぐらい外行っちゃってるって感じですけどね。まあ世界の平均的に見ると平均よりいいかなって感じがします。